孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと、愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。7年、ずいぶん時飛んだな。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスターサタンが住んでいたことから、町の名がそう改名されたのである。あれで信じたんか。孫悟飯は16歳になっている。悟飯ちゃんすっかり大人になっちゃって、いやイケメンになってるよ。 あのちっちゃかったご飯ちゃんはもう見れないんか。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが、それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである。優しいな父。サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、登校中のご飯が遭遇することもあった。そんな時、正義感の強いご飯はスーパーサイヤ人に変身し、圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた。そして強盗を退治したご飯は正体がバレないようにそそくさとその場を離れるのであった。人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、その正体について噂していた。また金色の戦士、誰かしら一体。あれから7年、高校生のご飯は正義の味方？日常会になるのか。こっからは時間取られちゃったな。急いで学校に行こう。いや、ごはんちゃんもごはんちゃんじゃなくなってるよ。ごはんくんになってるよ。わあ、もう学校に遅れちゃうよ。いや、おっきくなっちゃって、ごはんちゃん。急がなきゃ。いやー、だんだんごっこに似てきてる。髪型も16歳の今時風になってるね。あ、ついさっきまであの金髪不良少年だったのに急に時が流れ始めた。ムキムキやな。こんなにちょくちょく悪者が出てくるなんてしょうがないな、この町は。まったく、僕だってバレないようにスーパーサイヤ人になってるけど、本当はまずいんだよな。目立ちすぎるから、武空術で飛んだら目立っちゃうし。かなり目立っちゃうね。へえ、大きいな。ブルマさんの家も大きいけど、高さではこっちかな。いや、ごはんちゃんがこんなね大きくなっても、あんにはずっとごはんちゃんって呼び続けるよ、いつまでも。いやー、そっか、ここの学校に通ってるんか。そしたら学校に向かうのか。ちょっと。へえ、これは特別美味しそうだな。お、あそこが学校。わ、学校でかいね。いい学校やな。学費が高そうで多い。あ、ぶんぶん。したら学校へ向かうか。やっほー。どう、遅刻したらまずいからね。完全に遅刻しちゃったな。あ、遅刻か。もうすでに遅刻か。僕も高校生なんだな。お、同級生か。編入してきたごはんくんだっけ。そうです、孫ごはんです。私イレーザ、よろしくね。かわいいギャル。ついでにこっちの子はビーデル。出た、みんなの大好きビーデルさん。驚くわよ、ビーデルのパパはなんとあのミスターサタンなの。
いやあのね、お父さんから想像もつかないこんな可愛い子が生まれてるというね。え？ミスターサタン？ほら驚いた。そうだ、あなた今日遅刻してきたわよね。銀行強盗騒ぎ見てない？可愛いなビーディルさん。これはもう絶対もクラス1でモテる女子だよ。どうだったかな。金色の戦士が強盗を乗せちゃったんだけど。そうなんだ。でもどうして銀行強盗なんか気にしてるんです？ああ、ビーデルの趣味は正義の味方なのよ。趣味なんか正義の味方って。ほら、やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だし。まあお父さんを下げるわけにもいかないし、親も親なら子も子だな。この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた金色の戦士と背格好がそっくりね。絶対気づいてるやんこれ。え？ご飯ちゃんは嘘がつけないからね。結構顔に出ちゃいそうだね。正体がバレないような工夫が必要だな。ブルマさんに相談してみようかな。相手を見て言えよ。サプナ、そいつが強盗を倒せそうな柄か。脱いだらすごいんですよ。ムキムキなんでオラは。この後ベースボールの授業だろ。そいつが強盗を乗っしまうようなやつかすぐにわかるさ。もっとも俺の球を打てやしないだろうがな。適当にうまく手を抜かなきゃ。大変だなサイヤ人も。普通の人間と合わせるとなるとね、なかなか力加減が難しいのかもね。母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言ってたから。だな、そりゃ悩んで頭をかきまくるわ。難しいな世の中って。だな。お、うん、俺の剛速球で脅してやるか。やりすぎないようにしなきゃ。お、いいねご飯ちゃんその帽子。お、いやこういうの苦手なんだよ。大丈夫かな。突然のホープルゲーム始まったんだけど、うわここでまたポンコツを披露することになるのか。やってみるか。一発も打たせやしないぜ。来い、オラオラ来い来い。うわー、危ねえ。どうだ、ホームランは打てなかった。おい、お前、俺の球を。一発で仕留めてやったぜ。あぶねあぶね。本当はホームラン狙いたかったんだけどな。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。構えも素人だったしね。まあ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 、そうな。あれでもやりすぎだったか。後で早速、ブルマさんのところに相談に行こう。怪しい。そして学校が終わった後、ご飯は西の都のカプセルコーポレーションへと向かうのであった。ブルマさんに相談しなきゃ。だねやん。相談に乗ってくれるかな。久しぶりのカプセルコーポレーション。来るの久しぶりなのかな。7年ぶり？大きな子。ベジータもいいのかな。ここがね、修行した部屋だからね。いいもの見つけちゃった。入れない子。ずっとこっちか。ブルマさん、あ、いたいたいた。お、髪の毛短くなってる。こんにちは、ブルマさん。ちょっと相談があるんですが。あら、ごはんくん、相談って何？ブルマ変わんないな、7年経っても。正体がバレないように完全な変身をね。はい、何かいい方法ありませんか？あるわよ、私天才だもん。いや、こうやってね、自分で言うところがブルマらしくてね、アンリは好きだな、こういうブルマの性格が。本当ですか？ぜひお願いしたいんですが。いいわよ、少し時間がかかるから待ってて。はい。すいません、
どうもありがとうございます。お願いします。トランクス君はどこですか？じっと待ってるのも退屈ですから。多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。トランクスをご飯くんより強くしたいらしいわ。ベジータだくん、すっかり父親やっとるやん。いい父親だな。怖いですね。いやまあね、怖いけどいい父親だな。ベジータどこにいるんだろう。トランクスに会いに行こう。重力室か、どこだったかな。7年ってことはさ、まあ、あのセル兵の時は0歳だったから7歳ってことだよね、多分7歳だから。ちょっとどこだ、ここかな。あ、ここだ。7歳のトランクス、ワクワク。おー、ごめんさん、いつ来たの。いや、かわいいトランクス。こんなに大きくなっちゃって、もう、まあ、未来のトランクスには会ってたけど、このちっちゃいトランクスはね初めてだからね。いや、それにしてもムキムキじゃない。どんだけしごかれてんのベジータに。さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって。うん、かわいいなトランクス。パパに一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。いや、完全いい父親やんけ。ベジータ7年の間に何があったんだ。あのベジータさんが。じゃ、頑張らないとね。だね。うん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。家族思いやな、ベジータ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。だね。お、ベジータ、こんにちは、お邪魔してます。いや、全然変わんないや、7年経っても。ああ、お、しかもちゃんと挨拶してくれる。変わったなベジータ。体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。は、はい。そういえばトランクス君に修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい歳になったからな。って言ってもまだ子供だけどさ。貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。ごはんちゃんじゃ全然修行してないのか。あ、そうだ、トランクス君遊園地に行けるように頑張るって言ってましたよ。ふん、この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ当分は無理だろうがな。わかんないぞ、子供の成長は早いからね。いやー、しっかりいい父親になっちゃってベジータも。なんだかんだ家族思いのベジータなんだろうな。あのセル編にさ、ねえトランクスがやられた時にあんな怒ってたしね。反省したかな。お、トランクス、いや、かわいい。いや、ごはん、ちっちゃいごはんちゃん思い出すよ。ブルマーさん、ブルマーさんできましたか。ちょうどいいところに来たわね。お、完成したわよ。よかったよかった。いいな、僕にも作ったよ。わあ、いい、すっごくいいですよ。いや、これいいのか。まあまあ、ごはんちゃんがいいって言うならいいかもしれないけど、なんかさ、やっぱね、ちょっとダサいような気もするけど。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速使わせてもらいます。僕、やっぱりいらない。子供は正直だからな。翌朝、じゃあ、学校行ってきます。ちょっと、この子供は一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみてえだな。飛行機に気をつけるだぞ。はい。お兄ちゃん、行ってらっしゃい。ゴテンちゃん。いや、ゴテンちゃんはね、まあ、ドラゴンボールカカロットとは別のスマホゲームのね、ドッカンバトルで名前を捨てたからね。いや、ごっくりほんとそっくりだよね。やっぱりかっこいいな。いや、ごはんちゃん思い、ちっちゃいごはんちゃん思い出すわ、こういう。あー、なんか懐かしさを感じる。
ふふん、そうだろう。この悟空にそっくりなご飯の弟の名は悟天。いや、悟天ちゃんかわいい。悟空があのセルとの戦いの前に残していった二人目の子供である。いや、ちゃんと種を残していったのか悟空。あの、計画的だよ絶対。こうやって子種を残したのは絶対あのさ、家族ドライブの時だよな。あの、家族ドライブの時にもうやらかしたって悟空。グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られても平気だし、やっぱり便利だな。ついでにパトロールをしていこうかな。この格好でか。この格好でパトロールか、なんか変に目立ちそうだけど。この街だったらね、緑で同化してバレなそうだけどね。グレートサイヤマンって名前は知ってて、あの YouTuber でね、筋肉 YouTuber として活動してるグレートサイヤマンさんで、その名前を知って、よくよくにね、このドラゴンボールのねキャラだってことが分かってね、あ、なるほどなって思って。マッチョで格好もね、サングラスもして、そう、その存在はだから知ってたんです。美味しそうなリンゴだ。したらサタンシティに行くのか。グレートサイヤマンさんのね YouTube が気になる方はぜひ検索して調べてみてください。お、街は平和かな。ん？なんだ？また強盗か？まあ強盗よくあるかもね。お、ビーデルさん。まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。こんな女の子一人で。へえ、驚いた。本当に結構強いや。身体能力はいいのかもね。ミスターサタンより強いんじゃないか。かもしれないね。立ちなさいよ、まだやるんでしょ。くそ、銃はあかん。もう、なんだてめえは。私は、悪は絶対許せない正義の味方。グレートサイヤマンだ。ダサすぎる。あっちで決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。こんなのいい時間。天然かご飯ちゃん。かっこ悪い。まあ女の子はね、抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。名前言っちゃってるけどいいのか。私の名前を知ってる。いや本当だよね。ポロッと、やっぱりポロッて出ちゃって今ご飯ちゃん。こんなみっともないやつに捕まってたまるか。言われとるで。ねえ、ちくしょう、蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。お、ボコボコにしたんか。おい、化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。置いとくのか。私が無線で連絡しておくから。強いんだねあんた。で、正体は秘密なわけ。まあ半ばバレてそうだけどな、名前も呼んじゃってるし。ええ、まあそうです。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの？お、名前バレとれやん、ご飯ちゃん。そうなんですよ、だから早く行かないと。ああ、やっぱご飯ちゃんも天然だからな。嘘がつけないいい子だからな。やっぱり。え、やっぱりあんたの正体は孫悟飯くんだったのね。しまった。なんでわかったのですか。こんな完璧な変装してるのに。まあバレる人にはバレるやろな。声よ、それと喋り方。私の名前も知ってたし。決め手はそれだろうね。そんな。
なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。おかしな、言われとるぞご飯ちゃん。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないって。だから嘘がつけないのもな。ふん、このことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ。え、天下一武道会知らないの？格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。ずっとやってなかったのか。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。悟空か。へえ。あんたと同じ名字よね。ビーデルさんさすがですね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。ビーデルさんに嘘はつけないのかもな、ご飯ちゃんは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。関与すぎるやろ。どう？いろいろ鋭いな、この子。だね。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。もう戦ってないんか、ご飯ちゃん。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。え、そんなのいいじゃないの。グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。まあね、喋んなければね。うん、わかりました。出場しますよ。可愛い女の子には弱いんだな、ご飯ちゃん。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな、おかしなことになっちゃった。いやー、このやりとり好きだわ。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ビーデルさん、いつもこれで登校してんのか。ねえ、今度空の飛び方、私に教えてよね。あんただけ飛べるってのはずるいわ。あ、いいですよ。それじゃ、私は先に教室に行くわね。しかし、こんなにあっさり変装がバレちゃうなんてな。ほんと、すぐだったね。それに、天下一武道会、どうしよう。学校が終わったら、ブルマさんに相談してみよう。放課後。おう、こんな、堂々と。確かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよな。でもヘルメットがないと正体がバレちゃうし、ブルマさんのところ行ってみるか。